京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、デーゲームナイトゲームで選手の感覚は変わったりするものなのでしょうか。まあ人によっては違うと思うんですけど、僕はデーゲームもナイトゲームもあんまり変わらないですね。あ、そうですか。里崎さんは影響なかったということです。さあ、そして打席には吉田が入っています。いいところで回ってきましたね。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ここは敬遠という選択肢もありますね。ああ、そうですか。初球打った、これは大きな打球、入りました、ホームラン。吉田勝ち越しツーランホームラン。この終盤相手を突き放す一発となりました。バファローズ勝ち越し5対3。値千金の一発を放ちました。この回2点リードに変わります。さあ、そしてベンチ前、この独特のハイタッチで喜びを分かち合っています。オリックスバファローズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ、回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中見事勝利を収めています。勝ったオリックスバファローズ、接戦をものにしました。一方のライオンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日のご来場5000円誠にありがとうございました。お帰りの際にはお忘れ物などございませんよう気をつけてお帰りください。またのご来場心よりお待ちしております。皆さんありがとうございました。